きなアーティストは結名詞。あ、はい、あ、じゃあ聞いてる。何聞いてるやろ。全般的に聞いてるけど時期によってちゃうから。あ、まあ、結名詞さん全般って感じです。全般ありがとうございます、はい、ドーベルマンの。ドーベルマン犬犬わうわうわーんじゃないリアザワスリアザワリアザワはバチぶち上げっすね。は試合前に聞いて来ますね。リアザワね、してるよ。してるでしょ。みんな口ずさんでくれるんですね。スピーカーでよくかけてます。ありがとうございます。はい、ヒゲダンのボーカルの藤原さんと、はい、まあ、ちょっと仲良くさせてもらって、それでは聞くから。 BTS かな。おー BTS はもうほとんど聞く。あ、本当ですか。好きな曲っていうのはもうほとんど好きやから。あ、そうなんですか。はい、で愛が아들이울때마다틀어주면은신나하는노래가있어도아이유라고아이유의스트로베리문ヒゲダン。ヒゲダン、はい。ヒゲダンは好き。試合前結構聴いてるかも。本当ですか。めっちゃ歌うまいから。確かに上手ですね。そう。BTS とか。試合前とか。あの、ハル君も言ってました。言ってた。はい。そう。あれ結構テンション上がる。あ、多いから。モチベーション上げるよみたいな感じ。そうそうそう。モチベーション。好きなアーティスト、これ飲みなくていいとか。ああ。いいっすね。ギフトとか。ああ、はいはい。普通にでも、有名なやつも好きです。サウダージとか、アップルとか聴きます。ありがとうございます。まあ2、3年前ぐらいから僕の中で流行ってて、めっちゃテンション上がる。あ、そうなんですね。ハイホープスっていう。ハイホープス。結構いいっす。じゃあ試合前に聞いてちょっと気分上げたりとか。あとでもこれ結構ガチなんですけど、なんかあのデフテックさんのボレロあるじゃないですか。はい、あれをなんか試合前に流れるじゃないですか。はい、僕あれ毎年だと思ってて、めっちゃいいじゃんと思ってて。あ、そうなんですね。で奥さんといいなって言って車でよく聞いてました。あ、ありがとうございます。宣伝みたいなというか俺スーパービーバーの岩ソング聞きます。スーパービーバー、はい、へえ。岩ソング。岩ソング。変態紳士クラブの夜風です。へえ、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。いい曲桜坂46の今何やろ、無言の宇宙かなっていう曲。うん、ありがとうございます。恥ずかしいこれバレるわ、オタクが。試合前とかはゆずのリーズっていう曲なんですけど、めっちゃいい曲です。感動します。レフテックのボレロです。うわ、バカを歩いてるレフテックのボレロ聞いてます。はい、そうですね、僕は結構 AK。 ああ、はい、69さん、はい、よく聞いてます。そうですね、試合前はあのスタートイッターゲインとか聞いてます。ミセス、グリーンアップルですか。はい、バックナンバーの、サマーワンダーランド。今時やな、ライブ行ってん。あ、そういうこと。大阪城ホールでライブあった。へえ。それのイメージがこびりついてるから。今最高。今最高。好きなアーティストは、乃木坂46で IC です。あ、オールドルーキーっていう歌があるんですけど、その歌が一番、試合前はよく聞くし、今特にこういう状況の中で聞くことがめちゃくちゃ多い。うん、ありがとうございます。はい、ナオト・インティライミさんの花っていう。花。デフテックさん。デフテックさん。上がる曲は聞いてます、試合前。上がる曲はあれです、あの友情のやつ。ボレロ。ボレロ聞いてます。聞いてる。娘がラプンツェル好きなんで、ラプンツェルの歌流れたら。ラプンツェル、髪の毛下ろしてってやつ。はい。一緒に聞いて子供が踊り出したりするのが可愛いんで好きです。質問していいですか。エミネムでルーズイマス。ありがとうございます。